さて、やってきましたのはこちら817系の普通列車の佐世保線廃棄行きですね。この817系はですね、こんな感じで革と木を用いた転換クロスシートになっています。これは結構ですね、817系の特徴であり、 JR 九州の結構個性でもありますよね。こちらはちなみになんか折りたたみ椅子、混雑時に使うものでして、こちらはちなみにサークル状になっているつり革で、これはですね、あのデザイナーの水戸岡英二さん、この電車のデザイナーなんですけれども、いわくこうなんだろうな、こう捕まりながらこう円を円になってこうお話ができるようにっていうデザインになっているそうですね。私はですね、 SPI のお勉強しながら、電車は有田駅に到着。有田駅、有田焼で有名な有田駅で、こちらは特急の停車駅でもあります。そしてこの有田を過ぎますと、まっすぐに廃棄駅に到着です。この廃棄駅は大村線、後ほど乗りますが、大村線とあとこのですね、佐世保線の分岐駅となっております。特急ハウステンボス号と特急緑号もこの廃棄駅で分岐すると、まあ、分かれるといったことですね。そしてこの後私はですね、この佐世保線の佐世保駅に乗っていきます。これはあのシーサイドライナーですね。このですね、床に大量のQR コードですね、敷き詰められているこの車両が特徴です。一応この佐世保はですね、あの乗車券の範囲外ですので、廃棄から佐世保まで乗車券を買い足して、一応こんな感じで向かっていきます。廃棄から佐世保まではだいたい15分ぐらい。山から大きな町が見えてくると佐世保は間もなくです。ちなみにこの佐世保駅も一応呪術廻戦のデジタルスタンプラリーの対象駅ですので、私はですね、時短のためにもうこの佐世保駅に GPS が入りそうなタイミングからもうですね、ちゃっちゃとチェックインして、もう電車から降りる前にもうスタンプをもらってしまおうという作戦を取るのでした。いけるかな、どうだろう、あ、ちょっと無理か。さあもう一回、お、行けました。この新幹線が、何系かわからん新幹線が映し出されるとクリアです。チェックイン成功ですね。佐世保駅は全員前の、要は全員巻きの妹ですね、スタンプがもらえます。この佐世保はですね、海軍の町、そしてハンバーガーの町というイメージが私の中ではありますね。初訪問ですか。こちらがスタンプコレクション。なぜか博多駅の有事のスタンプをもらい忘れたんですよね。一応パンダ先輩が宮崎、東堂が三隅と、で五女線が門司港ですね。絶妙に取りに行けないところに回ったというわけですね。そしてこちらはハンバーガーショップ光のハンバーガー。一応このお店にはですね、もっと大きいハンバーガーあるんですけれども、今回はどちらかというと具材のデラックスさにこだわりました。美味しかったですね。奥にあった黒胡椒ポテトっていうかな、これも美味しかったですね。食事を終えまして、私はこちらのカトリック三浦町教会に訪問。この教会はですね、まあ、カトリックが多く集まるんですけれども、戦時中はですね、この外観を黒塗りにすることによって、まあ、戦火を免れたという歴史があるそうです。私はこのアーケードで、まあ、ちょっと休憩をしますね。というのもちょっとビデオカメラの充電が切れそうだったので、まあ、ちょっとここでパワーチャージをしようと思ったわけでした。いや、マックは100円でこんな充電もできて暇つぶしもできて非常にありがたいですよね。だからマックに頼りすぎてしまうと旅行してる感が完全に薄れてしまいますので、ちょっと注意が必要ですね。ちょっとですね、佐世保駅から離れすぎてしまいましたので、ここからは、松浦鉄道にですね、一駅だけ乗車します。こちらは佐世保中央駅。ここからですね、この結構レトロな感じの駅から一駅だけこの松浦鉄道に乗車して佐世保駅を目指します。
今回の旅結構 JR の鉄道が中心で、意外と市電とかを除けば松浦鉄道が初めての JR じゃない鉄道ってことじゃないでしょうか。まあ、参考までにこの辺りはサルクシティ、日本一長いアーケードエリアの駅となっているそうですね。こちらは本当にレトロな、昔からずっと使われているような駅なんですね。そういうことが伺えます。こっちから電車が来るようですね。こちらが乗車券、紙のですね、こんな感じの手書き要素満載の非常にですね懐かしい感じの乗車券です。まあでも現に今 JR の九州鉄道の旅で使っている乗車券はこんな感じですので、まあ割と慣れてはいますか。こちらの車両がやってきました。もう何系とか分かりませんね、完全に。この電車の終点佐世保っていうんですね。なかなかこのアナウンスの仕方は聞いたことがありません。そしてですね、いよいよ JR の駅もあります佐世保駅に到着。向かい側はですね、こちら笹行きっていうかな、笹がどこなのかも全く分かりません。少なくともこの電車の終点が田平平戸口と佐世保と、そんなにしか分からないですね。向かい側には特急緑も止まっていました。まあ、あの特急緑に乗ってもいいんですけどね、実はこの廃棄と佐世保の間っていうのは、実は特急列車も自由席でしたら特急料金なしで、自由席料金とかも払わずに、まあ、要は乗車券のみで乗ることができるんですけれども、まあ、従来乗る予定だった普通列車に乗ろうかなというふうに思います。なのでちょっと時間がありますので、ベイエリアを散策。こんな感じでですね、佐世保のですね、海軍の街として伺えるような、そんな景色が見えますね。なんかこれ空母かな、空母らしきものも見えます。空母じゃないかもしれないですね。もうちょっと間違っていた場合、コメントで訂正いただけると幸いですね。これは完全に恒例行事ですけれども、このポスターにこう AR アプリをかざしますと、こんな感じで、まあ、この駅の場合だと全員前が浮かび上がってくると、もうちょっとなんかドーンとなんか浮かび上がってくれると嬉しいですけどね。この後乗りますのは大村線。この大村線はですね、この海沿いの本当にすぐ近くを走る電車として有名で、佐世保から始まり東園木、中里依紗さんが出身の町だったかな、そして川棚、大村、大村はなんか西九州新幹線が新大村にやってくる町ですよね。そして私がこの後下車します諫早、そして長代、長崎、まあ、この辺は今回は乗りませんけど、この辺を通っていきます。本当に海沿いの景色を楽しむための鉄道路線です。まあ、このですね、乗車券帰りを用いまして、で廃棄からはですね、再びこの手書きのですね、長崎までの乗車券を用いて、いよいよですね、長崎を目指していくというわけです。こちらが私が乗りますシーサイドライナー。佐世保駅と先ほど表示されてましたけれども、実際は長崎行きです。こちらは区間快速のシーサイドライナーですので、まあ、途中までは各駅停車だったんですよね。こちらは廃棄駅、まあ、ここからはですね、いよいよ手書きの乗車券の方のルートを進めていくというわけです。まあ、結構1時間23分と長い旅ですので、今回私はこの車両、結構ロングシートのメインなんですけども、まあ、少ないロングシートではなくてボックスシートに腰掛けることができました。こちらはですね、ハウステンボス。このハウステンボスが見えてくると、ハウステンボス駅はもうちょっとですね、特急ハウステンボス号はここが終点ですね。こんな感じでスマートフォンで撮影してます。この斜めに置くやり方が結構良かったですね。そしていよいよ大村線の見どころであります、この海沿いの景色が近づいてまいりました。
この景色は本当に素晴らしいですね。私の認識ですと、海沿いを走るこう普通列車というと、やっぱり五能線を想像するか、もしくは伊豆急行線かな、想像すること多いんですけれども、大村線もなかなか素晴らしいですね。そして大村線に乗っていて思い出したのが、あの関口智弘さんが最長片道切符の旅をですね、まあ大村線なんでも本当にもう間もなくゴールなんですけれども、していた時に大村線に乗りながらすごいいいことを言っていたなということを思い出しましたね。そのいいことっていうのは、まあ一応そろそろ、まあ、嬉野温泉の最寄り駅であります、まあ、駅が近づいてきて、まあ、その駅が通過してぐらいでちょっと紹介しましょうか。本当にですね、素晴らしい海の景色が広がっていますけど、この辺りではですね、まあ、多くの方々が一番生活を繰り広げていることでしょう。こちらがですね、嬉野温泉の最寄り駅、まあ、後々西九州新幹線ができますので、嬉野温泉の最寄り駅は西九州新幹線の嬉野駅となります。嬉野温泉か。で、その最長片道切符のやつっていうのが、最長片道切符でですね、多くの方々と出会った関口さんで、で、あの肥前山口駅がゴールですけれども、肥前山口駅で無効印が落ちされてしまうのはまあ残念ですけれども、実は今までこう下車していた駅でもらったスタンプの多くのスタンプの中には、実は隠れたスタート印、無効印の中にも含めたスタンプの中には実は隠れたスタート印があって、これは今後の人生のスタート印であって、最長片道切符側からあなたはですねにはですね、様々なものを与えましたよ、さあこの後あと人生をどのように進んでいきますかというような、そういったメッセージが込められていると関口さんは分析していました。さあそんな感じで、もう結構長崎に近づいてまいりました。ちなみに今の飛行機ですね、長崎空港はこの辺にあるんですよね。長崎市内からは結構離れている空港で、まあ明日一応帰りに利用していく予定です。そしてこの先ほどから出てる YC1 っていうのは、優しくて力持ち1だそうです。まもなく発車します。意外となんかヤングとかそういうやつで優しくて力持ちなんですね。そしてこちらがトイレ、トイレがなんか厳備みたいな感じでおしゃれですよね。こんな感じで、あ、実際に用を足しましたね。そしてこの後使いますのがこちらの自由席特急券、諫早長崎は150円ですね。まあ、これ株主優待適用ですが、株主優待適用させなくても今年の3月中でしたら310円で諫早から長崎まで特急移動できます。ただこれ、あの来年度に入りますと500円に値上がりしてしまいますのでご注意ください。シーサイドライナーで1時間23分乗車しまして、ようやく諫早に到着。ここまで来ますともう長崎はもうすぐですね。普通列車に乗ってもぶっちゃけ35分ぐらいで長崎には到着しますが、ただですね、3時から私この日のズームがあって、これはもう学校の絶対参加しなくちゃいけないズームなので、3時に長崎にのカフェにこう行くようにするためにはこの特急かもめ号の乗車が必須であるというわけです。これに乗るとなんとか15分ぐらい、シーサイドライナー乗るよりも、まあ、所要時間を短縮できるんじゃなかったかな。そうですね。まあ、これ乗ることによって、ズームに間に合うというわけですね。まあ、これちなみに佐世保駅で買った激辛味カレー。佐世保はですね、この味カレーの町としても有名ですね。さて、乗り込みました。885系の、まあ、いつものカモメ号。もうすぐ降りるんで、もうドアの近くの座席を選びました。もうなんかドア故障してたようですね。やっぱり旅の最後特急で締めるっていうのはいいですよね。くしくも先ほど私がですね、お話にあげました最長片道切符と同じく
885系でゴールというですね、そういうなかなか華々しいゴールの仕方をすることができました。ちなみにこの諫早を出ますと次が浦上、そして長崎駅となっています。この諫早長崎は 24.9 キロでギリギリ25キロ以内の料金に収まることができます。なので310円。もう一回言いますが、これ来年度から500円になりますのでご注意ください。そしてですね、結構大きな街が広がってきたなと感じた頃合いから浦上に到着。浦上天主堂はこの駅が最寄り駅となっていますね。前回の旅では佐賀からこの浦上まで特急に乗って、節約しようとしたんですよね、特急料金で。浦上から長崎まで普通列車でつないだって感じでしたが、今回は長崎まで特急に乗ります。やはりなんか長崎を旅のゴールにするのっていいですよね。そもそも長崎駅には長崎本線しか電車はやってきませんので、それはそっちゃそらそうですけれども。ということで終点の長崎駅に到着です。この885系ブルーリボン賞、ブルネル賞、結構名誉ある賞を受賞したそうですね。博多には博多人形っていうなんか書道もあります。ちゃんとゴミ箱もありますね。そして私はこのですね、長崎駅に入ったタイミングで全員巻きのスタンプをゲットしまして、そして向こう使用済みのスタンプをもらいました。余韻に浸ってる場合ではありません。とっととカフェに行ってズームを受けましょう。こちらがですね、カフェでいただきましたミルクセーキですね。非常に美味しいですよね。これ長崎の名物なんですけれども、ただズームの内容が非常にヒヤヒヤしたので、もう私としてはもう恐怖のミルクセーキとしか覚えてないですね。ミルクセーキは非常に美味しかったですね。さてズームを終えまして、私はこの後ですね、稲佐山に向かいます。稲佐山はですね、夜景の名所として有名です。そもそもこの長崎自体が三大夜景の名所としても名高い、その長崎の中でも一番有名な夜景スポット稲佐山へと向かっていくというわけですね。ただ今回私はですね、交通費節約、そしてですね、達成感を味わうため、なんと徒歩で稲佐山まで向かっていこうというわけです。徒歩まで山頂を、山頂の展望台を目指すというわけですね。こちらはですね、リンガーハット、長崎県民おすすめのちゃんぽんのお店ですね。こんな感じでしばらく歩いてると、こう坂に差し掛かってきます。もともと長崎は坂の多い町として有名ですが、やはり今回は山を登っていくわけですので、こんな感じで山をですね、の坂を登っていくような実感に浸ります。本来普通でしたら、このロープウェイでこんな感じで一気に山頂を目指すのが普通ですけれども、ただやっぱりロープウェイに乗るとお金は結構かかりますね。少なくとも往復で1000円以上はかかりましたね。なので歩いていきます。ただこの歩きで行きますとこんな感じでバカ大回りすることになるんですね。ただこれ豊肥本線の回でも言ったように、基本的に山道っていうのはこうコンスタントに坂を登るというよりかは、こう傾斜をですね、なるべくなだらかにするために、こううまーくこうくね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 いって、こう山を登っていくっていうのがセオリーなので、仕方はないっちゃ仕方ないですね。こんな感じでですね、階段を登っていきまして、結構ハードだったんですけれども、ただ稲佐山の景色が待っていると思うとがぜん燃えてきます。ここまで登りましたね。もうすでに結構いい景色ですよね。ただまだまだ山頂は遠いです。
とここでですね、なんかショートカットできそうな階段があったんで、ちょっと登ってみましょう。いや、これなんかこの後ぐるーっていくから、なんかカットできそうと思ったんですけれどもね、失敗でした。おとなしく登っていきましょう。まあ、時間に余裕はありますので OK です。まあ、今回はですね、まあ、これはバスですね。あ、なんかこれ乗ったら楽だったのになと思いながら、まあ、スルーしていきます。まあ、今回はですね、この稲佐山に登ってですね、まあ、大体5時ぐらいに登り切ることを目標にしています。5時ぐらいに登り切って、そして夕景を見て、かつ夜景を見に行きたい方々の混雑に巻き込まれないようにうまくこう 先回りしていくっていうのが今回の作戦ですね。一応ここからはですね、こうスロープカーが出ていて、この中腹駐車場からスロープカーで山頂まで、まあ、明らかにこうロープウェイよりも明らかに安い値段でまあ行くことができるんですけれども、なんかそもそもこのスロープカー自体がなんか動いてなさそうな感じだったので、まあ、今回はとっとと山頂まで残り 800m を歩いていきます。まあまあここまでの道のりに比べたら 800m なんてもうたやすいもんですよね。そしていよいよ山頂が近づいてきました。こう山頂に誘導されるがごと、このイルミネーション、そしてようやく山頂に到着。こちらが展望台ですね。展望台のある建物って感じかな。この展望回廊をですね、どん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 登っていくと、上へと登っていきます。これ綺麗、なんか天気の子みたい。なんか今めちゃくちゃ適当に比喩しましたけど、そしてこちらが有名なこの展望台の一番屋上にあります、この展望台。一応こんな感じで結構長崎の具体的な観光情報も載せてあります。そしてこちらが長崎市内の夕景の様子。もうこの時点で迫力がありますね。意外とやっぱりこの夕景を見にやってくるお客さんはそこまで多くなかった印象ですね。まあ非常に作戦としてはうまくいったと思いますね。なんかこの夕景も素晴らしいですし、まあ、まずそもそもこの街をですね、しっかりと確認しておきたいというわけですし、まあ、当然この夜景の時間帯になりますと、やっぱり夜景を見に来るお客さんがこう多く山を登っていきますので、ちょっとこの人波にこう入ってしまうっていうのはしんどいですね。さて、夜景が綺麗になる時間までちょっとコーヒーを飲んで待機。そしてこれがですね、だいたいこうトワイライトタイムっていうかな、こう夜景が一番映える時間帯の夜景、この時間が一番綺麗とネットにあったんですけれども、正直もうちょっと綺麗な時間帯あるんじゃないかななんて思ってましたね。ただめちゃくちゃ綺麗であることには変わりありません。まあ、あと今日が残念ながら曇天だからっていうのもあるのかな。やっぱりこの長崎は港町ですから、この港を取り囲むこの地形がなかなか特徴的ですよね。この展望台、屋上展望台のこの階段の上が一番高いところです。ただちょっともう寒いんでね、風も強いですし、そもそも気温も低いので、やっぱり風吹くとどうしても体感気温下がるんですよね。景色いいなと思ったらすぐにこの小屋に避難。この小屋実はですね、なかなか便利で、なんと結構ガラス張り要素も大きいですし、あとコンセントがあるんですよね。稲佐山の頂上に実はコンセントってあんまりないので、ここにはコンセントたくさんあるので非常にありがたいスポットでした。そしていよいよ真っ暗になりました。いや、これですよ、このもうキラキラ光る長崎の夜景、もうこのイメージがやっぱり強かったですね。個人的にはやっぱりトワイライトタイムよりもこの真っ暗な長崎の夜景の方が大好きですね。
これ夜景を見ていて思うんですけれども、この車の動く感じですとか、マンションのこの一個一個この部屋がの明かりですとか、これはあくまでも夜景用ではなくて、多くの方々がこういつもの生活を送っているというものの集合体であるということをですね、毎回毎回実感させられます。この辺もすごいですよね。本当、特に長崎はやっぱり坂の町ですので、とにかくこう光がこうたくさん密集しているように見えるんじゃないですかね。さて、この稲佐山公園のバス停まで戻ってきまして、まあ、意外とこの日はですね、夜景を見に来た人は少なかったですね。ここから私はバスに乗りまして、長崎市内の中心部である中央橋へと向かっていくわけです。このバスすごい便利な割に全然乗客いなかったですね。しかもスロープカーとか、ロープウェイとか乗るよりも明らかに運賃は格安ですに。そしてこちらが中央橋の駅、ここバス停ですね。ここからちょっと歩きますと中華街にたどり着きます。もう疲れた、ちゃんぽん食べたいということで、旅最後の夜の晩ご飯がこちら。もう最後の晩ご飯なので、もうパーってやりましたね。もうビールも飲んじゃいました。そしてこちらはハトシ、なんかエビのすり身を食パンでサンドしたやつを揚げたもので、長崎のご当地グルメです。これも美味しかった。本日のホテルはこちら、ファーストキャビン長崎。これ一応カプセルっていう名目なんですけれども、めちゃくちゃ良くて、まずこのテレビがでかいですし、そしてこんな感じでコンセントも2口、昨日のホテルは1口でしたけど2口ありましたね。でしかもベッドも非常に広々しておいて、まあ、かつカプセルホテルのいいところであります、手を伸ばせば何でも届くというような距離感がありましたね。本日もお疲れ様でした。